皆さんこんにちは、ジェントリアモトです。本日はですね、えー、アンブシュアについて、えー、お話をしていきたいと思います。で、こちら、えー、アンブシュアこのオンラインレッスンの中では、えー、基本的にはシングルリップという、ま、アンブシュアを推奨しています。で、理由については、えー、シングルリップというのは形がしっかりと決まっている。ということは、音が出しやすい。 安定していいるととうことですねで、えー、シングルリップというのは、えー、そのシングルリップの構造上アンブシュアとブレス、えー、その2つで音を支えるという構造になっています、えー、よくありますジャズに適しているファットリップというアンブシュアはですね、えー、完全に息だけで音を支える息が弱ければすなわち音が崩壊するという非常に、えー、高リスク ハイリスク、ハイリターンといった、えー、アンブシュアになっています。で、まあ基本的には初心者の方に向けての動画なになりますので、ハイリスク、ハイリターンの、えー、アンブシュアではなく、まずは、えー、シングルリップという基本中の基本を、えー、身につけていただき、そこから力加減をコントロールしていくという方が、えー まあ、理にかなっているんじゃないかなということで、えー、今回はシングルリップの、えー、説明をしていきたいと思いますでファットリップに関しては、えー、まあおいおいは解説していくつもりなんですけれどもまあ皆様の方で、えー、勝手にファットリップをやって、えー、ピッチが悪くなったということに関しては自己責任で練習をしてみてくださいで、えー、そのシングルリップという アンブシュアの、えーの形なんですけれども、えー、まずですね基本的なこと自分の体と楽器の関係性これをねしっかりと、えー、イメージしていただいてそこアンブシュアーっていうのは、まあ、もちろんホールドする加える部分のことではあるんですけれども、えー、楽器の構えのその上に、えー、アンブシュアーというのが、えー、乗っかってくる状況なので。 まず楽器の構えが適切にできているっていうのがポイントですねこんな風になっていたらねやりにくいですからねまあ適切にねこう自分のまずか体が安定していて腹筋と背筋でしっかり支えて、えー、目線が上で顎を少し引くで胸がこうしっかりと張っている状態ここまでできてきたら、えー、楽器がちゃんと平行に来るようにしてでこの状態で これ上の歯だと思ってほしいんですけども、上の歯に楽器のこの上のこのティップの部分をこのくっつけます。そして、下の歯に対して唇をこうグッとこう巻きつけていきます。こんな感じかな。で、巻きつけて両サイドはまみむめもとこう、まぎょうまみむめも の形で、えー、もーみたいな感じにすると、えー、ちょっと閉じる感じなので「う」「まみむめも」こういう感じですね。まあ「も」って感じで吹くとちょうど口の中も広がっていくので「ふーふーまあちょうどいいかなと思います。 なので、まずは、えー、先に体から作り、楽器の構えをして、で、まず上の歯に楽器をくあの、マウスピースをくっつける。そして、その次に下の歯に、えー、下唇をぐっと巻きつけて、ちょうどねあの、ピンクと肌色の境目ぐらいのところですね。で、あの、レッスンをしている中でよく感じるのは、えー、下唇の巻きが甘い方が多い。 えー、そして知らない間に、えー、ファットリップのように下の唇が負けてないっていう方が非常に多いでよくよく聞いてみると、えー、あんまりアンブシュアのことまで意識できてませんでしたっていうことが多いのでアンブシュアの下唇をしっかり巻いて、えー、音を安定させようっていうことはね結構意識して練習をしてくださいでここまで下唇を巻いて そしたら、えー、この口角、顔全体の筋肉を少し意識してですね、顔の表情をちょっと明るく、こう、にっこりと、ね、笑ってね、えー、口角を上げていくと、えー、音がさらにこう安定して、こう、パッと明るくなります。なので、えー、こう、ほっぺた顔全体の筋肉を使っていきましょう。 えー、ポイントとしてはしっかりと唇を下唇を巻くということと、えー、口角をちょっと、ね、あの上げて顔全体の筋肉を意識して、えー、するそしてガブっとこう噛みすぎないということ、えー、この辺を意識してアンブシュアシングルリップをまずは、えー、作っていただきたいと思います。それではまた